こんにちは、スリース大阪ストアの吉江です。こちらの金子ストレッチストアでは2つの教材を取り扱っているんですけども、 S 帯と S タスキあります。今日はこの S 帯について使い方を説明したいと思います。パッケージの中にこのように S 帯が入っております。 S 帯のこのラベルの面が後ろに来るように履きます。では装着しましたら、腰骨の上にこの帯が来るようにしてください。そして真ん中のこの6つの生地が違うところがあるんですけど、これがしっかりと真ん中に来てるのを確認してください。そうしましたら今度付け方、ストレッチを入れていきます。このように帯を前にウィーンと引っ張っていただいて呼吸をします。息を吸いながら下腹をぐーっと引っ込める。なんかこうきついデニムを履く時の下腹引っ込みませんか？あの時の力をぐっと入れていただいて、布を前に出す、息を吸う、お腹を引っ込める。このまま5秒間息を吸います。そうしましたら、この下腹の力を抜かないようにして布を元に戻してください。あとは自然に呼吸を繰り返していただくと、少しこの腹横筋という一番中の腹筋、横向きの腹筋、これがぐっと力が入っているような優しい圧力がかかってきます。これを感じられるように装着できるとバッチリです。